今日催す邪悪とは、何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。そのまま帰った方が、ブローのブチェラティ、向かってくればお前は死ぬことになる。許さねえ。あんたは今再び俺の心を裏切った。はい。もしもし、ドッピオです。ビシ、俺に構うな。奴の仲間を始末しろ。とにかくこいつを倒せばいいんだな。この黒い服の男の方を。お前の能力を食らうのは覚悟の上だった。これで5人の部下とボスの娘を守れるならな。お前はザ・グレイトフル・デッドを理解していない。お前はスピードを出しまくってボディが温まるほど老化が進行するんだぜ。君の覚悟と志、気に入ったよ。私の元で働く気はないか。どこから現れた。お前もジッパーを使うスタンドなのか。志の高さには理解を示そう。だがそのやり方では部下はついてこないぞ。残念だ。組織の幹部であるなら分かり合えると思ったんだがね。強いやつだ、お前。相当な覚悟ができている。そのつもりです。ゲロを吐きそうになるほど怖がっていたこともあるけど、今は違う。お前は仲間のために命を懸けるやつだ。味方にいればきっと頼もしいだろう。そういうあなたこそ仲間を守る覚悟がある人なんでしょ。俺だ。これは。それ以上近づくな。何者だ。まさかキングクリムゾンの能力か。スティッキーフィンガーズを使うとは。あんたの能力無敵だが、動きを読めるのは短い時間だけらしい。決して逃がしはしない。自分が負けることは予測できなかったのか。お前はコロッセオにいたポルナレフか。あのジッパー、見かけ以上にヤバい匂いがするぜ。リタイア前のチャリオッツ。なるほど、手ごわい。パワーとスピードに加えてジッパーかよ。ちょいと強すぎるんじゃねえの。どうした、来いよ。まずは頭だ。チームの頭を切り飛ばす。こんな世界とはいえ、俺は自分の信じられる道を歩いていたい。終わりだ、ブチャラティ。お前もお前のチームもな。甘いんじゃねえか、ブチャラティ。仲間を切り捨てても娘を守るため俺を倒す、それが任務じゃねえのか。幹部失格だな。任務は遂行する、部下も守る。お前ごときに両方やるというのはそう難しいことじゃないな。任務は遂行する、部下も守る、両方やらなくちゃならないってのが幹部の辛いところだな。それでお前らは皆殺しだ。そしてボスの娘は俺たちが手に入れる。あなた、覚悟してきてる人ですよね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけですよね。こいつ、俺をやる気だ、マジだ。こいつにはやると言ったらやる凄みがある。僕はあんたのボスを倒してこの町を乗っ取るつもりでいる。ボスの命令は完了、始末したぜ。行きますよ、ブチャラティ。
どちらが先に相手に拳を叩き込むかの勝負だ。ブチャルティ、大丈夫ですか？お前の能力、やはり侮れないな。エアロスミスを出すんだ。全力で来い。あんまり気が進まねえけど、命令ならやるぜ、ブチャラティ。もっと精神を集中しろ。甘ったれてんじゃねえぞ。あんたの命令なら何でもできるぜ。聞きたいことがあるんだけれど、答えてもらえるのかしら。君の方からの質問に答えることは許されていない。私、一体何者なの？やはりスタンド使い。こんなところにも敵が。俺たちを追ってきているのか。時間がかかったぜ。もう見失ったかと思ったけ。邪魔者は始末して、残るはトリッシュで。ミストとジョルノは順調にディスクをゲットしているんだろうか。さあミスター、撃ってこい。あんたがやれっつーんならやるけどよ、ブチャラティ。ワンプリーおい頼むぜ、無茶しねえでくれよな。よし、ピストルズの連携は問題ないようだな。ブチャラティ、俺たちの追っ手になったのか。気にするな、よくあることだ、この世界ではな。ワンプリー、あんたずっとついていくって決めてたのに、あの時どうしてボートに乗れなかったんだろう。いずれまた会おう。お互いに無事だったらな。